星のドラゴンクエスト実況者のエテポンゲです。よろしくお願いします。前回はね、メタスラセレクション、メタスラのね、武器のね、ガチャ福引きが来てたんですが、結局ね回さず、スルーしました。で、今回なんだけど、今ね来てる福引きが、ラミアスの剣&伝説の武具、今こちらが来ております。31日まで、本日30日でございます。回します。はい、この装備はね、まあ武器はね、ラミアスの剣はまあいいよね、全然いいよね。バイキルトもあるし、ビッグバン、メラ属性のね、全体攻撃、まあ武器は正直別にどっちでもいい、正直。ただね、やっぱ得手が欲しいのは盾がね、なんとしても欲しい。実はこのスフィーダの盾もね、なんかまあ呪文無効とかはないんだけど、ダメージ 70% 減の、3ターンで、なんかエフェクトもね、なんかこうシールドみたいなのが出るやつ、シールドみたいなのが出るタイプの盾、だからまあ悪くないかなっていう、なんかそういうさ、キャラの前にさ、こうシールドみたいなのとりあえず出しときゃさ、いいじゃんなんか1枚こうさ出りゃなんかいい気がするし、 70% 減だし、まあ妥協してスピーダーの盾、もう悪くないかなということです。はい、ジェムはね9700個あるんですけど、まあね、まだ今後ね、メタスラのね防具のやつが来るかもしれないし、ルビスの盾が出るやつも来るかもしれないから、まあやっぱねメインはねそこに置いといて、今回は10連1回引かせていただきます。では回します。はいはい、星ドラだからね、星ドラなんでね。はい、ね、知ってる知ってる。1個目はそんな、ね2回ジャンプなんかしないから、知ってる知ってる。だいたい3個目ぐらいで2回跳ねる。もう鉄の盾さ、ここの入れんのやめん、これちょっと鉄の盾を、その課金用のさ、ガチャのさ、その福引きのやつに入れるのやめない？来い！はい。次4つ目ね。ちょっといつもの手拍子すんの忘れてたわ。手拍子がないとね、当たるものも当たらないからね。ずれてる。なかったね。はい、いきまーす。ああ、無法者ね。無法者シリーズね。まあ、嫌いじゃないんだけどね、この装備は。おっ！まあ、いいかな。まあ、いいでしょう。いいでしょう。オルゴーの上と下が揃いましたね。立てこんないかな。これ何個目？ 6 個目かな。まあけど最後ね、10個目は2回跳ねるってね、毎回確定なんで。最近多いよね、毎回確定。てか、またさ、やり直して、星ドラ、始めた時はさ、初回限定とかだったんだけど、なんか最近ずっと毎回星5確定みたいな。鬼蜘蛛の盾。
次ぐらいが最後かな。もう何個出んだよこいつ、本当に何個出るんだよ俺。幻魔じゃないじゃん、魔法のサグエル。ごめん、それはごめん、それは絵手が悪かったわ。それは見間違えることもある。そりゃ一緒じゃんお前らは、どうせ幻魔も魔法も。うわスパイクアーマー、スパイクハマーか。まあ錬金できるからね、一応こいつはスパイクアーマーはカウンター、うん、10% を相手に与える。封印ガード強軽減中。まあ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 、オルゴーのね、鎧の下が出たから、まあ今回は、うん、まあ勝ちか負けかで言ったら勝ちの、分類になるね、これね。うん、まあ相手の勝ちということで、はい。ちょっとしょっぱい結果になりましたが、はい。はい、では、今回の相手の、ラミアスの剣道伝説の武具、ラミアスシリーズのガチャは、勝ちということ。ご視聴ありがとうございました。